9月18日、ボリューム16です。女子登山部、白木山に登ります。白木山駅から10分ほどで登山口です。今日の皆さんです。今日7人ですね。山に向けて入ります。今日はたくさん車が止まっています。登られる方がたくさんいるんでしょうか。登山口に着きました。ここから上がっていきます。登る前に水分を取ってもらってます。ちょっと着替えてます。楽しみですね。イエーイ。出発から8分ほどで1合目です。お地蔵さんと看板と、静かに登られてます。今日は湿気が多く暑いですね。皆さんは元気そうです。皆さんは元気そうです。2合目です。2合目、あっちへ、あ、2合目。お地蔵さんが必ずあるという穴地蔵です。ここから覗きます。少し上がってきてますね。気持ちいい、気持ちいい。3合目に着きました。皆さんはまだ3合目と言われてますね。暑いです。ありえないんですけど、湿気にやられてます。あ、後ろで手を振ってますね。元気な人です。余裕で。はい、4合目。さっき大休憩をしたのでこのまま行きます。5合目。5合目、着いた、着いたよ。5合目。わーい、やったー。頂上じゃないけどみたいな。キノコが、気持ち悪いキノコですね。こんなキノコたくさん生えてますね。水場に着きました。はい、頑張ってね。お、イエーイ。ここまで来たらだいぶ、もうだいぶ来てますよ。8合目でーす。行きます。さっき水場でちょっと休憩をとって皆さんリフレッシュです。このまま行きます。9合目まで来ました。あと少し頑張ります。徐々に上がってきました。避難小屋ですね。はい、お邪魔します。こんにちは、こんにちは。頂上です。上がりました。11時35分到着です。褒める、えらい、えらい、よく頑張った。着いたよ。人生最高だ。頑張った。到着でございます。わー、高い。お昼食べてます。今日はこちらはサラダです。サラダです。今日どうしてこれを買ったんですか。食欲ないけ、やっぱりね。暑いもんね、やっぱそうよね。これぐらいだったら食べれるかな。食べれるね。うん、
じゃないかな。今日は何かしら。買った南極のおむすびです。南極おむすび。はい。インターで買いました。インターで買いました。はい。これだけです。ここまでいかがでしたか。あ、楽しかったです。いや、良かったです。手作り弁当ですね。昨日の残りを詰めました。いいですね。え、チラシ寿司？チラシ寿司です。すごい。自分で作ったの？いいえ。お家の方が作ったのね。お家の方で詰めただけです。いいな。デザートの時間になっております。はい、皆さん思い思いの思い思いのチョコ小枝もいただいてますね。あとこのブルーベリーがありますね。同じチョコがあります。あと生姜と小枝ちゃんもすごいな。デザートタイムになってますね。白木山889m です。イエイ。12時48分下山開始です。はい、休憩されたので皆さんもうバッチリ元気ですね。うん、また来ます。1時40分です。5合目に帰ってきました。5合目。はい、休憩します。あと少しのとこで雨が降ってきました。ちょっとこれからカッパ来ます。はい、1合目まで降りてきました。いやいや、もう晴れてきました。さっき雨降ってたのに暑いです。もうそろそろ山も終わりですね。白木も寂しいよね。ね、寂しいと言っております。今日も無事に下山できそうです。降りてきました。皆さんも元気に降りてきています。無事に降りました。おかえりなさい。よかったです。お疲れ様です。到着到着。楽しかった。よかった。無事でした。到着お疲れ様です。よかった。どうですか。疲れました。イエーイイエーイイエーイ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も無事に終わりました。失礼します。